トッテナムホットスパー FC のマウリシオ・ポチェッティの監督が活躍を見せているソン・フンミンについて賞賛を惜しまなかった。トッテナムは27日、イギリス・ロンドンで行われた AFC ・ボーンマストの2018-19イングランドプレミアリーグ第19節で号令の大勝ちを収めた。この日の勝利でトッテナムは15勝4敗とし、 マンチェスターシティを抑えて2位に浮上した。トッテナム大将の中心には、孫ンミンの活躍があった。孫ンミンは前半に13分にチーム2点目のゴールを、後半に15分にはチーム5得点目を決め、チームを勝利へと導いた。試合後、ポチェッティの監督は公式記者会見で孫ンミンについて問われると、驚いた。 信じられないくらいの活躍を見せてくれていると笑顔で回答。また、孫ミンはチームのために幻想的な活躍を続けている。今の姿をこのまま維持し続けてほしいとする一方、しかし、孫ミンは数週間後、AFC アジアカップ出場のためトッテナムを離れなければならないと語り、 多少残念そうな表情も浮かべながら質問に答えた。